窓閉めなよ、煙が入ってくる。うん。うん。今さっき弁当を食べたばかりじゃなかったかな。ああ、そういえば君ってこの岡城記並みに燃費が悪いんだった。なんでもないよ。顔すすまみれ。窓から身を乗り出すからだよ。まったく子供みたいだ。いや、そんなに楽しみにしていたんだと思って。俺も一応楽しみにはしてたけど。ああ、言ってたかな。いや、持ってきてないけど。どうもしないけど。
は？